だ長寿国とか大嘘。国が発表している平均寿命は亡くなった方の平均年齢ではないんです。その年に生まれた0歳の赤ちゃんが何年生きるかを推測した死体値なんです。だから実際の平均寿命ははるかに短い。もう推測とかもうアホかって感じですよね。当然出し方とか言い方とかね、もういろいろあるんですよ。だから何事においても国が言ってるからとか大企業が言ってるからとか言ってね、正しいとか思い込んでるとバカが一生洗脳されてろ。この前も出し付けたね、議員とか厚生労働省の議官とかのね、会食ありましたよ。彼らもうちのガイドライン間違えたわけですよと、一時が儲かるためだけですねと、もうこう言い切ってますよ。国や大企業も人が作ってます。人が作ってるんだから完璧になど作れないです。私利私欲出まくりです。それで経済主義の世の中です。大企業だって株主のためにあります。株主が儲かるためだけで利益が出ることしか考えてないです。人が病気になって苦しもうが知ったわけじゃないんですよ。だからといって国や企業が悪いわけではないんです。中国との関係や歴史、経済主義などものすごく複雑なことが絡み合ってこうなっちゃってるんです。悪いのは俺たち。勉強せず疑問も持たず何も考えずに流れてきた情報を盲信してる俺たちが悪いんです。だから誰のせいにもしないで一緒に勉強しましょう。